なぜその人間はそういう伊勢神宮とかそういうとこ行ってポツンと立っただけで心地よくなったり神を意識するんだろうが、その宮まで育てたる宗教的な空間とそれから森のつながりっていうことがね、日本ほど強いところってない。その森が昔は生活の完全に一部だったわけだから、千年育ったのが500年しか持たなかったら、それは技術で技術が悪いんですよね。それは心がけですよね。新しい命がこういう建物になって蘇っているという。ヒノキの幹を伊勢様へ。よいよい。これはですね、森のエッセンスです。森にって気持ちがいいっていうのは、普段ね許されないところで生きているという証拠ですね。森と海との関係は、実は森は海をお慕い申し上げてるし、海も森をお慕い申し上げてる。Available now on iTunes.